こんにちは。ちっちゃい。シワが、あ、シワある。ちょっとある。少し出てきた、この子、ポン。これ、クロパグちゃん。まあ、ずっと和める、ずっと見てられる。これ再生回数稼げるぞ。ありがとね。おくちゃんね。銀座に待って、あっちの子だと思うんですけど、ちょっと行ってみます。早いよ。大間があったとこかな。はい、こんにちは、ボクさんです。ワン、今日の動画はですね、ワン、なんと DM をいただきまして、5匹の赤ちゃんのパグが生まれたということで、取材をさせていただくと思います。取材って何？東京都東越銀座ですね。赤ちゃんに会える、待ち合わせをしている場所は遅刻した、カフェラコスタというドッグカフェです。こちらです。あ、とてもいいカフェですね。おしゃれおつ、こんにちは。お久しぶりです。砂のココちゃんです。こんにちは。強そう。チョキです。初めましてね。そうか、赤ちゃんベイビー、ゴッパ君生まれた時、楽しみちゃ、見ていきたいと思います。こんにちは。うわー、かわいい。小さな宝。こんな小さパグ見ることってなかなかないですよ。だいぶ大きくなりましたよね。まあ、かわいい。不思議な気分。かわいい。ごめんね、びっくりした。ちょっと感動した。泣かないで。泣かないけど感動した。わしも。ごめんね、こんなちっちゃい時から撮影させていただいて。ありがとうね。見てるだけでいいね。あとでどんどんお話を聞いていきたいと思います。そわそわ。初めて。緊張してる。おいしいもの食べれる。すげえ男前だよ。貫禄があるね。なんかおしゃれなもの出てきました。何それ。あんちゃんの看板犬のここが入ったマンデリン水出しコーヒー、カフェラコスタさんの水出しコーヒーをいただきます。マンデリン、瓶に吹きました。黒い液体見たことない。コーヒーはね、飲めないみたいな。いい香り。どうでもいいのかな。ダメだな。いただきます。乾杯。奥さんだけか。お味はどうですか。名前決まりました。決まった。いい名前。この子が唯一男の子です。レン君、舐めないで。くすぐったいよ。目がしっかり開くんですね、1ヶ月で。ミルクみたいな。どうするの。ミルク。ちょっとよく全然わからないんですけど。青目にかけて、無理やりです。横綱であり、お父さん。ここの子。顔が小さい。時もこんなちっちゃかった。でもチョキと出会った時はもっと大きかったよね。レン君、わしも成長した。レン君後ろに乗ってる。いつ引き渡し。8月7日最初。寂しくない。寂しいです。寂しい。ね、愛情をね、とってもいっぱい飼ってらっしゃるんです。大家族。全部で今6パグの6パグ2チワワ一応パー。この子たちが生まれたから13パグ。ここ来月はエリザベス、レン君だけ、この子ピンクのレン君だけ残して、あとは旅立っていきます。旅して、小さなパグちゃん、大きくなれよ、幸せになれ。出産しようと思って、自然とですか。自然とで、目撃してない大人の話。やっちゃってるところ、やっちゃってるこれ使えるかどうかわかんないですけど、やっちゃったところを見てないんですね。今回もダメだったねってきっとって諦めてた。ある日突然ララがご飯を拒否したんです、ええ、もしかしてだけど、た瞬間に、ね、子供にはわからん、もう旅立っていく子たちは親戚や近所の方って言ってらっしゃる。お友達じゃ安心ですね。よかったよかった。あ、だんだん慣れてきた、ね。犬見知りするけど慣れてきた。変な話。するんですか。これはあれ、やっぱり売ったら捕まっちゃう。勉強になります。ブリーダーの動物取り扱いを持って、うん、とかないと。
作れないんですよ。なるほど、里子に出すっていう感じですね。早く出会ってればもしかしたら審査受かったかも。奥さん妹 YouTube で使われると思ったらダメですか。危険だね。YouTube で見れるっていう話か。タレントにはさせられたくない。よかったね。寝てる。行く先が見つかって夢の中。安心して寝てる。チョキ。何奥さん。わしにも弟が欲しくなってきた。どうチョキ。赤ちゃん好き。そう。きっと大豪邸なんで。住所どこ？犬に。あ、犬に飼われてる。あ、そっか確か。寝るとこある？遊びに行っていいですか？なんかおすすめかなんかをいただきたいんですけど。バニラアイス。バニラアイス。バニラアイス。はい。ドキドキする。ピスタチオ。お腹すいた。チョキは食べれない。なんで？バニラアイスちょっとだけあげるね。ちょっとだけ。よろしくお願いします。来た。来た来た。これがピスタチオ。おやつ？引き立てのピスタチオ。焼きたて。焼きたて。これタイトルは何でしょう？バニラアイスピスタチオトッピング出てきました。ありがとうございます。食べてみます。美味しそう。バニラとか食べても大丈夫？ポコちゃん大丈夫？じゃあピスタチオはダメだから。ナッツ系はダメだよね。なぜ？パグダメだよね。なんでだろう。パグパグペロペロペロ。美味しいな。ミルクの味が濃厚で甘さ控えめでペロペロパグパグ。また来ようね。おすすめです。なんかアットホームな感じで落ち着く。はい、だからどんどん僕は奥チャンネルで宣伝していきます。みんなで来よう。僕が大きくなった時はバズった時、大人気はパグラコースターになっちゃった時。だから何日はパグラコースターになるとか、そういうのすれば盛り上がれ。なに奥さん、赤ちゃんパグちゃんたち寝てるよ。もう見てみるか。わしも眠たくなってきたんじゃけど。見てみな、ほら。おお、わしもそこで一緒に寝たいな。ピク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 してる。スイカを食べる夢を見てる。癒されるよね。夢って素敵。これ幸せになるよね、こういうの見るとね。邪魔しないで。でいびきが心地いいんすよね。またチョキいびき大きいよ。だってでもね、いびきがないと寝れなくて。騒音じゃないよ、ね、そうなんですよ。寝てる時が一番幸せ。みんなここの家庭はうなぎ食べるんだって。うなぎ？じゃあチョキも食べよう。食べたことない。あー疲れた。よかった。近すぎる。顔が方向。今視聴者の皆様、チャンネル登録よろしくね。YouTuber になってみて思うんですが、普通に就職した方がいいかも。夢壊す、ごめんね。一からやるとなると苦労するね。今は難しい。頑張れ。僕チャンネルっていう YouTube やってます。どうぞ。はい、ありがとうね。よろしくね。ゆいちゃんがチャンネル登録してもらえますよ。一人増えました。ありがとう。ゆいちゃん、小さなことからコツコツ。あのゆいちゃんがもうカメラのこと気にしてくれて、一生懸命あのスタッフやってもらいました。助かる。将来雇おうかな。おお、ひっくり返った。お腹がすごい綺麗な肌してますね。お腹触っていい？ごめんね、寝てる時に触ってみたい。つるつる。チョキツルツルだよ。ピンクだし綺麗。チョキもこういう時あったよね。そうなの。何を考えてるんだろう。クロパグちゃんもピンクなんだね、皮膚。クルリンパくすぐったい。ごめんね。皮膚が柔らかい。いやこの子たちみんな幸せになってほしいですね。なりますね、確実に。幸せになれ。だってポコの子だもんね。ポコの子ね、すごいね、ここ。横綱のここパパ。なんか練習してたんですか。リベンジでもう一回出て優勝。さすがやっぱり。なんで来年連覇して。連覇して。引退かな。引退かな。そのどすこい。あ、そういうことね。このピンクのレン君が引き継ぐ。その前にチョキがその連覇を阻止します。何のこと、ね、その物語ですよ。運動嫌いじゃけえ乗る気じゃない。頑張ろう。カフェラコスタ、カンパーニュサンド、パンに甘みがあって最高だ。そしてバグのカレンダーを見つけました。詳しくお返しします。
今から抱いてみたいと思います。消毒。緊張する。この子からいきます。この子なんていう名前でしたっけ。エリザベスちゃん。エリザベス美人になるんだよ。飼い主さんのこと幸せにしてね。あくびが出た。眠たい。女王様とお呼びします。ありがとう。ワン奥さん的に初めての赤ちゃんなんで。そうだったっけ。すぐ泣く。感受性が豊かじゃけんね。元気出して。感動したの。また会おうね。ノアちゃんです。ノア、寝るのが仕事よ。個性豊か。いい子の匂い。1カメ、2カメ、3カメラ。優しそう。幸せになれますよ。ね。生まれてきてありがとう。ノアちゃんでした。おう、ハッピー。モコちゃんです。モコ。モコちゃん、ちょっと目が離れてプリティ、かわいい。愛らしい。気に入った。僕に似てますよ。絶対いい子になります。うわははははは。目が白い。クマちゃんだ。コグマ。モコちゃん、コグマ。タレント犬になれそう。なんだか気になる存在。なれますように。次の子。ここ、この子も女の子です。ポーンで同じ。とても美人ですよね。パグ界のミスパグ。ビューティフォー。眉毛がかっこいい。本当だ。ココちゃんです。キツネ色だ。じゃあココちゃんをよろしくお願いします。離さないで。幸せにしてあげてください。おちびちゃん、ラストパグです。大家族に残るレン君です。レン、いつも男の子です。皆様よろしくお願いします。よろ。今後このレン君も準レギュラーと成長を準レギュラーちょっとずつ紹介していきたいと思います。楽しみじゃ。これもまた美男子で、まだシワがないですね、レン君は。なに、イケメンくん、大きくなったら遊ぼうね。レンくん、お疲れ様でした。疲れたね。撮影のご協力ありがとうございました。もう長いよ、早く帰ろう。こんなことめったにないんでよかったです。思い出、本当にありがとうございました。最後に僕チャンネル、やっと終わった。赤ちゃんなんじゃけ、早く寝させてあげよう。じゃあ奥さんのおごりで。本当美味しかったです。なんか今度じっくり見たことない機械だ。絶対これ高いよ。チョキ、そっちはダメだよ。厨房は入っちゃいけませんよ。お手伝いしますよ。コンピューターなんですね、やっぱり。マーク2のコーヒーマニアには分かるんでしょうね。ですよね。視聴者の皆様もお疲れ様。ごちそうさまでした。ありがとうございます。帰ろ帰ろ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。また来るね。名残惜しい。幸せだ。美味しかった。ありがとうね、横綱ポコ。次会う時は。その時は。土俵の上だ。楽しかったね。どうだった？楽しかったけど寂しい。寂しいね。協力ありがとうございました。気をつけてください。寂しい。また一緒に遊ぼう。じゃあね、ありがとうね、バイバイ。元気で大きくなるんだよ。心の中にしまう。昨日パグちゃん帰っていった。赤ちゃんってなかなか見ることができない。まだ生まれて1ヶ月ぐらいかな。貴重な姿を見られたことでしょう。よかったね、チョキ。眠たい。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、ワンワン。戸越銀座ありがとう。フェラコスタさん、ありがとうございました。バイバイ。最後まで見ていただいてありがとうだワン。このパンも自分で焼かれてるんですね。自分ちょっとカンパーニュ買って、ちょっとパン買っていい、美味しかったから。カンパーニュパンにも顔がついてる。どういうこと。本当だ。これ何、今回ご協力していただいたカフェラコスタさん、概要欄の方に詳しく載せてますんで、気になった方はチェックしてください。本当に世界一かな、こだわりのあるコーヒーを作っている
カフェでございます。皆さん、戸越銀座へいらっしゃい。新婚さんじゃねえよ。本当にありがとうございました。思い出できた。ありがとうございます。じゃあね。カフェラコッタ、とてもいい場所でした。奥さんとの初めてのドッグカフェ、心の中にしまい込んで、これからも一緒に生きていこう。幸せになった。よかった方はグッドボタン、アクについて質問やメッセージがある方はコメント欄に書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。お決まりの曲。いつも心に置くチャンネル。小さなバグちゃん幸せになれ。置くチャンネル。次の動画で会いましょう。 See you! バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。